日本指名章は、鎌倉時代に成立した、源氏物語の注釈書。書籍部本やノートルダム清新女子大学本が、指名章の下代を持ち、内容もすさびの表した指名章と共通する部分が多かったため、池田機関などによって、すさび以外の人物によって、増歩改定された指名章の違法であるとされてきた。ところが、八木沖友男、稲賀刑事、 つつみやそうの研究によって、指名賞に先行する注釈書で、むしろ、指名賞は、違本指名賞に多く一挙して成立していたことなどが、明らかとなった。このため、指名賞の違本という誤解を与える、違本指名賞ではなく、近年では、内大の、光源氏物語賞との呼称を用いることが多い。注釈のために引用している、源氏物語の本文は、河内本である。 本書は、後続する、注釈書に、指名章や、光源氏物語章の名で引用されてはいないものの、近年になって、川会賞などに、大きな影響を与えていることが指摘されている。県一の奥書き、及び牧一の関東の、文英4223史のという記事によって、1252年から1267年に、かけて、この注釈書が作成されたものと推測されている。 いくつかの手がかりをもとに、稲賀刑事は、藤原寺朝、筒見康夫は、金沢兼時と推測している。ただし、決定的な証拠が損しないため、現時点では不明とするほかない。本書の注釈の内容はそれ以前の書中を修正したものであり、現時釈や奥入りといった過去の注釈に書かれている説のほか当時の人々も説を記録している。 川会省の説を全く引用していないので、それ以前の成立であると思われる。以下の古写本がある。他に、実践女子大学、山岸文庫本、国文学研究資料館初仮文庫本、東海大学桃園文庫本などもあるが、これらは皆、昭和になってから、書領部本を移した新古写本である。ありがとうございます。